日本名は、金山赤元。陸軍主管学校27期。最終階級は、大日本帝国陸軍では、陸軍大佐。韓国陸軍では、陸軍少将。号は、坂市殿。本願は、慶州禁止。現在の韓国では、新日藩民族行為者に認定されている。李氏朝鮮の藩寸で生まれた、金青吉の次男。 大韓帝国の武漢学校を経て、1909年9月、大日本帝国の陸軍中央幼年学校4日に入校。1909年当時韓国人は長笑の的であり、特に、韓国人学生の学生館であった小倉少佐の、行為はひどく、近赤源は怒りを抑えるため祖母がくれた山の神霊像に合唱していたという。韓国が合併されたと聞いて、 失意の日々を送っていたが、やがて日本人より良い成績を上げて、韓国人の気概を高めようとし、熱心に勉強に励んだ。これにより韓国人は、列島民族ではないと証明し、またそれによって、日本人が、韓国人を無視することができなくなるだろうと考えた。戦術学や地形学などの軍事学に関する成績は優秀な方だったが、一般学科で、 その中でもロシア語はほとんど落第点に近い成績だった。1915年5月25日に陸軍士官学校を卒業。見習い士官として和歌山の不評第61連隊に配属された。同年12月25日に陸軍風評少尉に任官し、2年後には不評中注意に進級。注意の時、約1ヶ月ほど満州に出征し、これが 初の実戦だった。1919年、3.1運動が起こり、韓国内の兵力では対処できなくなると、日本本土の部隊も増援派遣されることに決定した。各連隊から一個中隊を抽出し、第61連隊にも出動命令が出されたが、上部の指示により金は派遣要員から外された。1931年に、 満州事変が勃発した際には、機関銃隊長として出征し、馬仙山軍と交戦した。論行業賞金として700円をもらい、これは、城南高等学校の設立に使われることになった。朝鮮総督府に許可を求めたが、当時私立学校は独立運動の震源地となっていたので設立許可は出されなかった。日中戦争が勃発して、出征命令を受けると、 今度は、直接、南二郎総督を訪ねて、学校設立を要望し、南はこれを承諾した。日中戦争では、不評第78連隊第3大隊長として、北支戦線へ従軍。1937年7月25日、天津で待機中であったところに、最前線部隊として選抜され、北京東南方10キロ地点に位置する団。 川村一帯の敵を相当して、アングルコーチを占領せよという命令を受けた。27日にアングル兵衛攻撃の第一戦として参加し、午後6時30分に占領した。戦闘中に号につまずいて足首を脱臼したため、人力車に乗って部隊を指揮し、戦闘終了後に天津の陸軍病院に構想された。 この戦闘で、一個大隊で一個師団の中国軍を撃破したということで称賛されたが、近赤源によれば、中国軍が一個師団規模の兵力を探知し、徹底抗戦を避けたためだという。約1ヶ月半治療を受けた後、現代に復帰した。1938年2月、山西省東園の戦闘に参加。2月21日。 霊石の総攻撃が開始され、中国軍の右側背面を攻撃するよう命令を受けた。翌日、中国軍が反撃し、約3時間の激戦が繰り広げられた。この時、近赤原の大隊は、進撃速度が速すぎたため、連隊との連携が取れず、先制軍第86師に包囲された。全滅も、時間の問題であったが、奇策を思いつき、 中国軍にも聞こえるように大声で、皆よく聞け。今すぐ3000名の増援部隊が到着しするので、安心して戦い、現人地を死守せよと言った後、自分の部隊にだけ聞こえる低い声で、諸君、今日で最後だ。もう少し頑張って、最後の突撃だ。持っているタバコを全部吸え、そして軍歌を超えたからかに歌い、狂ったように踊れ、万歳を叫べ、と告げた。 こうして350名の全将兵が一斉にタバコに火をつけ、軍歌を歌い、踊り、万歳を叫んだため、実際の人数より、はるかに多いように感じられた。この奇策が功を奏し、中国軍は撤退した。こうしてニコ中隊をもって、第86師を撃退し、この功績から、朝鮮人としては、初の功三級禁止勲章を授与された。また、 なかなかもらうことができない北品、方面軍司令官名義の感情が舞台に与えられた。このことから、当時の朝鮮では、金部隊長奮戦記、金赤原部隊劇戦記、先人予断といった金を称える記事が連日、メディアにおいて発表され、最南前の作詞で、金さんを思う、という歌までが作られた。その後、一年間は、甲賀流域まで転戦したが、 比較的部隊に激戦はなかった。中国軍では、近赤原部隊と戦うより逃げろうと言われていたという。1939年3月に、朝鮮へ帰還し、全国巡回講演をした。また、1941年に、太平洋戦争が勃発した際には、朝鮮人の青年たちに、学徒動員に参加する様に呼びかける講演活動、等 15の支援も積極的に行った。1940年、広島県福山市の連帯に転属。これは、城南高等学校の安倍校長が、軍司令部に、近赤原の転出を要請した結果だという。1941年末に、三島省へ転属することになり、混成旅団を経て、災難軍直轄の幹部教育隊長となった。 1944年に大佐に昇進。太平洋戦争終戦時は、平壌平治部下長。1948年8月に、大韓民国が成立し、大韓民国国軍が正式なものになると、高級将校が不足したため国防力強化に、外国軍出身の高級将校に決起が呼びかけられ、1949年1月に、大佐として入隊。 第一旅団長に任せられた。1949年4月には、順位賞、第一師団長。しかし、合直で曲がったことが許せない性格だったため、南北朝鮮の交易に橋を発する、南北交易事件で、当時の参謀総長であった西平特将将ら軍上総部と対立し、李正万大統領に直言することもはばからなかった。そのことが、 大統領の怒りを買う結果となり、サイもども予備役に編入された。そのまま北朝鮮の不穏な情勢を察して、目標38度線を唱え、大田で義勇軍を組織して訓練を続けた。翌1950年6月に朝鮮戦争が勃発すると、サルセイカタギから現役復帰を要請されたが、近赤玄は南北交易事件で軍に愛想が尽きており、 塾校の末、参謀長と連隊長は、自身が指名するものという条件付きで現役に復帰した。7月6日に、首都師団長として現役に復帰し、金の下には、元日本兵である、韓国人が、全国から集結した。北朝鮮軍は、金石源を最も恐れていたと言われ、鎮川で交戦した第二師団長の再建は、ああ、いかん。 奴とぶつかったと嘆いたという。8月8日、富山共闘補の戦いの最中に、第三師団に着任する。第三師団は7月17日以来、英徳をめぐり、北朝鮮軍第五師団との戦闘が続いていた。ところが10日に敵が境界に侵入し、師団の退路が遮断された。この時の師団の体制は、南北11キロの長蛇の陣になっており、 砲兵と艦砲の猛者によって戦線を維持した。第八軍は海上撤退を決心にし戦車揚陸艦を派遣した。近赤原は砲兵隊に対して残った砲弾で撹乱射撃を加えるように命じ、また海岸では数台の車両を動員して、あたかも増援部隊が上陸するかのように偽装するためヘッドライトをつけて、 坂道を登り、降りるときは決してを繰り返して何度も往復するように、命じた。8月16日夜から17日朝にかけて、将兵9000人、警察隊1 200人、地方公務員や、労務者、避難民等の1000人余り、及び一切の車両や受品を積み終え、小牛までも乗船させて離岸した。金は一平も残すことなく、 困難な海上撤退を成功させた。マッカーサーは、空軍大佐一人と、少佐一人を送り、無事故で、撤収作戦を成功させた、近赤原に賞賛を与えた。8月19日、臨死隊と交代し、再び、北朝鮮第五師団と交戦するが、9月1日、戦時特命検閲部長。1951年、陸軍本部付、 しかし部屋も机も準備されておらず、1956年に予備役編入となるまで無補職のままであった。1956年に予備役に編入した後は、かねてから教育に携わることを希望していたことから、城南高等学校の理事長を務め、国会議員も一気務めた。2002年に民族の正規を立てる国会議員の集いが発表した。 新日派708人名簿と2005年に民族問題研究所で新日人名辞書に収録するために整理した新日人名辞書収録予定者一時名簿に長男の金英衆と共に選定された。また2002年に新日派708人名簿に掲載された際には長男高等学校の敷地内にある金の銅像を 撤去しようとする活動が起こり、よく2003年に撤去されたというエピソードがある。産経新聞政治部専門委員の野口博之は、朝鮮戦争における戦歴から、金を韓国にとっての忠国の死、と表している。ありがとうございます。